北海道別海町の野付湾で19日朝早く伝統の北海エビ漁が始まりました。野付湾ではエビの住処になる海藻を傷つけないようスクリュー船を使わず風や潮の力で網を引く伝統漁法が100年以上続いています。この日も白い三角形の帆を張った34隻の打たせ船が風を受けて漁場をゆっくり進み沖合およそ 1.5 キロメートルで網が入ると生きのいい北海エビが引き上げられました。おー、エビ持ってるの？すごい。漁協によりますと北海エビ漁は夏と秋の年2回行われ、この夏はおよそ20トンの水揚げを見込んでいます。